い、どうも山川です。よろしく頼む。はい、今回ですねこちらでございます。 800cc の禁止ボトルなんですけど、めちゃくちゃ放置しちゃってました。すいません、ごめんなさい。でね、これ何のクワガタが入ってるかっていうと、ちょっと僕自身もねあやふやな感じなんですよ。ちょっとこの動画終わるまで思い出して、なんとかこの動画の最後で皆さんに、まあ、何のクワガタの幼虫か教えることができればいいんですけどね。すごいでしょ、結構劣化しちゃった、ごめんなさい本当に。やっぱりね、今までちょっとねクワカツちょっとできてなかったんですよ。諸事情がありまして放置しちゃってたので、今回この禁止ボトルから幼虫を掘り出して救出してですね、新しい禁止ボトルの方に入れていきたいと思います。多分ねこれ3ヶ月ぐらい放置しちゃってる、大丈夫かな。まあ平竹菌なんでね、そんなに劣化はしてないんですけど、まあ中でどのくらい幼虫が大きくなってるのか。でちょっとねこれ 見ると分かるかな、あのボトルに対してね菌糸がねもう収縮しちゃってるんですよね、縮んじゃってるので、やっぱりこのままじゃ良くないので、幼虫さんを救出していきたいと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。さあ行くぞ。はい、それではねまず山川恒例のゴールデンスプーンで優しく掘り出していきたいと思います。いきなりね幼虫出てくることあるかもしれないからね、ちょっと慎重にやっていきましょう。そんなに劣化してない、綺麗ですね。中身はまだ軽いんですよね、思ったより軽いので、おそらく結構食べ進んじゃってるのかもしれない。常温飼育なのでね、今ねこの部屋は12、3度ぐらいかな、12、3度ぐらいの空間で飼育しているので、幼虫さんはねあまり食い進んでないのかな、そんなにバクバク。中はね結構あったかいみたいなので、あったかいのかな、ちょっと僕の体感温度ではちょっと分かんないんですけど、食べ進んでくれてると思います。なんだったかなこの幼虫、多分ねオオクワガタだと思うんだよね。オオクワガタだと思うから、おそらく結構なサイズになってると思う。オスかメスかもねちょっと忘れちゃった、ラベリングしてたのでなんか剥がしちゃったんだよね。なんでだろう、どうしてバカなのかな、バカバカ、山川はバカだね本当に。あれ幼虫さんの姿が見えない、軽いからね中身スカスカかなと思ったらそんなでもない、まだ結構あった。えい、ほらこんなに痩せちゃったの、こんなに痩せちゃってるんですよ。そうすると落ちてくるんですよ菌糸がね。よいしょ、どこにいるのかな、早く出てきて、姿を見せて、元気な姿を見せて。あ、ここら辺にいるっぽい、ここら辺にいるっぽいぞ、ほらいるっぽいぞ。幼虫マンションが見えてきた、幼虫マンションが見えてきた。あれいなかった、いなかったよ、ほらまだまだ、あ、ちょっとお尻が見えた、ここにいる。えい、慎重に行きましょう、慎重に行きましょう。ここに見えるんですよ、見えるかなお尻、見えないか、おかしいな。えい、慎重に、あれそんなに大きくなってないぞこれ、そんなに大きくないな、ちょっと期待を裏切られた感が満載ですね。よし、ここだ、えい、ほら来た、ちっちゃ、え、これオオクワガタだよね、なんかちっちゃいんだけど、なんで、どうしてこんなちっちゃいの。オオクワガタだと思うんだけどな、えい、オオクワガタのオスだと思うんですよこれ。え、オオクワガタのオスですよね、ちょっとわからないぞ、冬眠してたか、ちょっと寒かったか、寒すぎたかここの部屋、あれれ、まあちょっとねこのサイズ小さすぎますね、オスですね、オスのオオクワガタです、ちょっと小さすぎます、もう少し食べてもらいましょうね。新しい禁止ボトルがですね、また 800cc なんですけど、まあオオクワガタは800cc のボトルで、オスでもね 800cc のボトルで、まあ成虫になることができるということなので、新しいこの 800cc にぶち込んでいきたいと思います。
らしいな。もう少し大きくなってくれと思ったんだけどな。予想外だな。予想外すぎるぜ。予想外すぎますよ。もっと食べてくれてると思ったんだけどな。予想外だな。新しい禁止ボトルだぞ。もう少し大きくなってくれてくれよな。ね、本当にあと2ヶ月ぐらい、3ヶ月ぐらいしかないんだから、あなた成虫になるまで。ちょっとちっちゃすぎだろあなた、これじゃ。もう少し大きくなってよ。ちょっと様子を見ましょうね。これでもしこれでまだまだサイズが伸びないようだったら、あと1回禁止ボトル交換してあげたいと思うので、そうですね、あと2ヶ月後またこちらの禁止ボトルを開けて皆さんにお披露目していきたいと思います。もうちょっと大きくなれよ本当に。お前なんでこんなちっちゃいの。もうあと2ヶ月後楽しみにしていくからな。はい、ということでね、今回はオオクワガタであろう幼虫の禁止ボトルをまあ掘り出してみました。結構ねスカスカでね、もうこれちょっとあまり状態が良くなかったので掘り出して幼虫を救出してみました。そしたらね、あんまりね成長してなかった、ちっちゃかったですね。なのでこちらはね、あと2ヶ月後また様子を見て掘り出していきたいと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。